阪神サンレース馬場入場です。阪神競馬場第3レースの出走馬の入場です。阪神サンレース2歳未勝利、芝の 2000m、 出走は10頭です。1番スマイルスルー、今日の馬体重492kg、 前回のレースとの比較はマイナス6kg。 鞍上北村雄一騎手、負担重量 55kg。 2番名勝エース、504kg、 マイナス8kg、三幸秀明騎手、55kg。 3番南洋クリスタル、470kg、 増減なし、酒井隆成騎手、55kg。 4番里のラピス、448kg、マイナス2kg、 今村聖奈騎手、50kg。 5番瀬尾、472kg、 増減なし、岩田未来騎手、55kg。 6番キャロルビアンカ、474kg、プラス10kg、 田中健騎手、54kg。 7番ノーブルライジング、478kg、プラス8kg、国分京介騎手、55kg。 8番湘南秋丼、458kg、マイナス4kg、福永雄一騎手、55kg。 9番アレンテージョ、456kg、プラス2kg、松山晃平騎手、55kg。 10番シルバーアーマー、506kg、プラス4kg、川田優雅騎手、負担重量55kg での騎乗です。雲が低く垂れ込めています。今日の阪神競馬場、冷たい風が朝から吹いています。芝はやや重、ダートの主のコンディションは変わりません。3レースの2歳未勝利、芝の 2000m 出走馬10頭、スタートまでしばらくお待ちください。阪神競馬場3レース2歳未勝利、芝の内回りコース 2000m、 出走馬は10頭です。スタンド前でのゲート入り、内回りの芝 2000m。 来週はこの舞台で3歳牝馬の G1 秋華賞が行われます。冷たい風が吹く阪神競馬場、スターターのジャケットも白い薄手のものからベージュ色のものに変わっています。大阪空港を飛ぶ飛行機の音も聞こえますが、10番のシルバーアーマー収まってスタートしました。好スタートは6番のキャロルビアンカ切りました。1番のスマイルスルー、今日は後方から、内から2番の名勝エース、3番の南洋クリスタル、外を通って8番湘南秋丼、それから10番のシルバーアーマーは中段の外目、前は広がり加減でどの馬が行くかという格好になりました。5番の瀬尾、1番のスマイルスルー、中段のインコース、あとは9番のアレンテージョ、4番の里のラピス、7番のノーブルライジング、最後方で1コーナーのカーブに入っていきます。先手を取ったのはコーナーワークで2番の名勝エースが行きました。今日初ブリンカー、1馬身のリード。3番の南洋クリスタルが2番手、第2コーナーのカーブに入りました。1馬身半差、3番手外8番の湘南アキドン、内から5番の瀬尾並んでいます。その後ろに10番のシルバーアーマー、前からは5、6馬身の位置、バックストレッチに入りました。6番のキャロルビアンカが続いていって残り 1200m、 あとは外を通って1番のスマイルスルーは中段やや後方です。3馬身切れて9番のアレンテージョ、内から4番の里のラピス、最後方から7番のノーブルライジング変わりません。 1000m の通過は1分1秒ぐらいです。やや重の芝コース、これから内回りの3コーナーのカーブに入っていきます。3コーナーのカーブに入りますと徐々に坂の下りが始まります。2番の名勝エースが先頭でリード、体半分ぐらい800切りました。3番の南洋クリスタルが差を詰めていきました。その後ろ3番手グループ、外から8番の湘南アキドン、徐々に促しながら3番手に上がります。そのうち5番の瀬尾、外10番のシルバーアーマー、まだ
5番手の外目、しかし馬群徐々に固まってきました。それから6番のキャロルビアンカ、1番のスマイルスルーも外に出して追い上げていきます。4コーナーのカーブに入って戦乱固まってきました。今度は外から8番の湘南アキドン、その外10番のシルバーアーマー、4コーナーから直線に向きました。内では2番の名勝エース、3番南洋クリスタル、外に出した7番のノーブルライジング、1番のスマイルスルー、またこのもずらっと広がりました。200を切って坂を登る8番の湘南アキドンが先頭ですが、外から7番のノーブルライジング、間1番のスマイルスルー、外の伸び足がいい7番のノーブルライジング、内から1番のスマイルスルー、先頭は7番のノーブルライジング、ゴール。2番手はどうか、1番のスマイルスルーか、最後外9番のアレンテージョも差を詰めていました。間5番のセオ、直線は追い込みの競馬になりました。道中最後方にいた7番のノーブルライジング差し切っています。勝ちタイム2分1秒3、絆産駒7番のノーブルライジング、初戦は中京の 2000m で4着、今日もあまりスタートが良くなく、道中は後方からのレースになりましたが、7番のノーブルライジング、前を行く各馬を捉えました。2番手争いは1番のスマイルスルー、その外から9番のアレンテージョが差を詰めて、2番手3番手接戦、そのうちに5番のセオが続いています。勝ちタイム2分1秒3、上がりゴール馬の 800m は47秒7、 600m は35秒7でした。7番のノーブルライジングが抜けて2番手争い、内1番のスマイルスルー、外9番のアレンテージョ、間に7番のノーブルライジングを挟んで2番手3番手の争い、そして5番のセオが4番手、今5着まで馬番と持っています。阪神競馬場3レース、1着7番ノーブルライジング、国分京介騎手の手綱でした。2着1番スマイルスルー、3着9番アレンテージョ。着順表示すんなり上がりましたね。7番1番9番、後輩等になりそうです、はい、最終オーズです。7番人気、2番人気、5番人気の順です。単勝7番 38.2 倍、枠連17 14.6 倍、馬連1番7番 80.7 倍、馬単7番1番 285.4 倍、3連複1番7番9番 407.4 倍、3連単7番1番9番 4200.7 倍です。10頭立てで3連単42万馬券、高配当になりそうです。確定までお待ちください。